皆さんチェックしておいていただければと思います。はい、はい、じゃあ行きます。ちょっと場所もちょっと海に近いというか、サウザのサニオン素晴らしいですね。いいですね。もうなんかね、戦う雰囲気がない、なんかリゾート感覚ですよね。はい、リゾート気分ですよ、もう完全には。いやいや、これはちょっと飛ばさないですよ。あれ、サンジが来てますよ、これ。どうするんですか、サンジ。ちょっとサンジどうするんですか、この美女たちに囲まれちゃって。ちょっと鼻血で死んじゃうんじゃないですか。大丈夫ですか、サンジ。確かにな。あ、これ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 ペラオンですね。そうですね。はい、じゃあちょっとバトルスタートしていきましょうか。スタート、イエイ。これね、サンジ、これ皆さん、あれ、サンジ、見えますかね、目が、目がハートなんですよね。え、サンジは、え、攻撃すると、はい、これ、うん、ハートになっちゃう。全然攻撃当たらない。全然減らないんですよ。対戦アクションゲームなのに、サンジだと全然攻撃が減らない。あれ、食らってる、食らってない。食らってるはずなの。食らってるんですけど、はい、もう全然減らない。ビビタルさ、ビビタル、ビビタルって減らない。まあ、まあ、ボコボコにしていいと。そうですね。まあ、死んでる女は蹴らないですね、はい、かっこいい、いや、かっこいい、なんでサンジらしい、素晴らしい、ね、いや、再現度素晴らしいです。そうですね、これね、サンジが攻撃して減ったらちょっと僕怒りますもん。これ3周通してないですよ。そうですね。追いかけ込むと思います。サンジはその代わり女性には攻撃できないんですけど、はい、チーム内に女性がいると強くなる、ね、あー、なるほどなるほどなるほど。そういうキャラクターですね。サンジがいるってことは2対3ですね、実質。あ、何その負けで負けで言うの。いやいや、2対3でも俺が勝つまで。おお、かっこいい、かっこいい。でも今回はこうステージにオブジェクトを配置してるんですけど、はい、やっぱりワンピースならではのバトルなので、やっぱド迫力さを出すためにオブジェクトを置いて、はい、いろいろアクションを吹っ飛んだりとかですね。これ何、これ入る、あれ、これ何、なんか汚れ、あ、謝るのは何ですか、なんか謝るアクションするんですか、そっから。謝るアクション、あ、あれはニンニンですね。あの技を、はい、L1 と丸ボタンです。 L1 丸ボタンを押すと、はい、って出るんですね。はい、これでニンニンってやるとウィーっていう。ああ、なるほど。そういう。さっきからなんで謝ってんだろうナミはと思って。っていう。なるほど。なのでナミはどっちかっていうと、はい、視覚で戦うキャラではないんですね。はい、なのでナミは先ほどの、はい、技と、サンダートラップですね。サンダートラップを出して削っていくキャラですね。おっと。おっと。はい、正統派ファイターらしい。私が攻略を、おっと、おーおー、当たった。おっと、サンジがまた登場。でもこれサンジ、はい、サンジまた登場。おっとっと、よっしゃ、おっと、飛んでガーンと全部入れて、おっと、おっと、はい、ウィンスワード出してるかな。ウィンスワード出してるかな。おお、サンジが文字通りボコボコですよ。あとサンジ果たして サンジの愛ちょっと減るから、ちょっとだけ減るから。いや、本当に聞き目じゃないですけど、やっぱコアラね、いい、接近でこんだけ動ける馬ではね、素晴らしい。おお、コンボ、おお、コンボ、これはちょっと分かるな。やーべ、分が悪いか。いやいやいや、これからね。おっとっと、おっとっと、あーっと、あーあー、危ない危ない危ない、間に合ったちょっとね、攻撃の緩めない。危ない。やーべ、おっと、おっと、スパンク使いますね。あ、やべ、ハンコック、お、ハンコック、これハンコック使ってませんでしょ。すいません。あ、でもやべやべやべ、マシ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 、何やってるんですか。わかんない、わかんないですよ。今わざとでしょ、今わざとわざと、わざとでしょ、それしか知らないですもんね。おっと、やべやべ、遊んでたらやべ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 、ここここにされてます。そうですね、ロビーはね、ロビーはその遠距離から、遠距離の攻撃できますからね、中距離投げキャラみたいな位置づけではあるので。あ、やばい、うわー、ドーン、
あれ、あ、終わった。終わっちゃいました。あれロビン海を大丈夫ですか。あれ、ごめんなさい、ちょっとハンコックね、あれしか見せられなかった。確かにわざとやってんのかと思いました。いや、あれしか出せなかった。ライバル鈴木の、はい、お気に入る技としてずっと出してる。そうですね、完全に印象悪いな、あれっていう、はい、そうですね。でもやっぱりこう女性キャラがいると華やかですよね。そうですね、やっぱもう男臭い男ばっかり。さっきからずっとそれましたからね。ちょっとやってる、扱ってるのもやっぱ楽しいですからね。そうですね、はい、なのでぜひ皆さんこうね、はい、水着をゲットしてほしい。ぜひですね、ぜひ、はい、これは本当にもう頑張ってつけるんですよ。そうですね、他のやつよりもかなり細かいチェック入れましたよ。で、負けるわけにはいかないですよ。もう油断もしねえ。僕もこれ逃げますけど。やめましょう。やめ。ドーン。戦い方はね、これ参考にしてほしいですよ。わー、やばい。遠距離の場合ってどうしたらいいの？こうやってね、近づかせないっていう、ね。あ、そういうなんかでも移動でもあるんですかね。そういう移動で。やめ。これでもう逃がさないと。それ R1 プラスバツとかですね。ダメ。ラードしてても、ラードクラッシュしてるわけじゃないんですね。いや、ラードクラッシュしてます。あ、あれやっぱ小西ロミオちょっと今日強いな。もう一回、確かにちょっとルフィが負けるって、ルフィ負けたちょっと賞金収益者で怒られちゃう。ちょっとこれ初回得点大丈夫って。そういうふうにでも逃げるのが大事だよね。ピアフォースタイルね。あれはガードできるんですよね、今の。そうですね、あの糸はガード不能です。あ、糸ガード不能。結構ステップを踏むしかない。面積、あ、ちょっとあれですね、ドフラミンゴもかなり強いですよね。そう考えると、ただ今回は1対1でやってるというのもありますね。まだやっぱ相性的にじゃあまり良くはなかったりするんですかね。そうですね、でチーム戦だとまた変わった戦い方になるんですね、はい、あれ大丈夫ですか。全然勝てない。なるほどね、なるほどねって言っちゃいます。なるほどねって言っちゃいます。こういう風にいや、すごい小西龍明っぽい戦い方ですよね。そうですね、ありがとうございます。勝てばいいんですよ、勝てば。うん、これは、ね、うわぁ、総裁、総裁した。総裁って何なんですか。総裁は、あの攻撃を同時に当てると、はい、あのお互いがそのノックダウンしないで攻撃、あのそういうふうにいうところですね。勝ちました、勝ちました、勝ちました。はい、よかった、よかった、よかった。ちょっと怒られずにすみました、これで。じゃあ、ですね、ここから本番で。ということでですね、はい。じゃあ、先ほどのチームの中で、はい、の戦い方、はい。ね、体力も減ってくるんでね、はい。これポイントとしては、まあ、さっきね、ちょっと1対1だとルフィ1人だとね、どんどん減っていっちゃうっていうところがなかなか特徴としてあるんですけれども、そんなことをまあ補うためにそうチーム戦でやると、はい、確かに隠れてる間はライフも減らないし、そうですね、よいしょー、おバンバーンと。実際にプレイしてると徐々に減っていっちゃうけれども、そうですね、はい、ある程度減ったところでもしも回復したりとか、あれ戻ればまたそこは回復すると。これ結構ね、こう対象があるんで回復ですね、はい、この間にあのとか緑ゲージがどん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 治ってくる、ね、しかも今チョッパー入れてるじゃないですか、はい、チョッパー入れてるってことはチョッパーでの回復ってこともできる。チョッパーも回復、あ、薬作ってるし、これ薬作ると回復をすると。あ、そっか、隠れてる2人のキャラクターが回復していく、はい、なるほどなるほど。これちょっとおすすめの使い方なんですか。そうですね、よいしょ、で、ちょっとこういうふうに耐えて飛ばしてから作るっていうのが正しいですね。ああ、なるほどなるほど。チョッパー全身の力をする、これ飛ばしている時に作っていくっていうことですね。なるほど。あ、お、投げられた。おー、交代を狙われた。交代した瞬間っていうのが結構
ギアフォースを投げれる。ハージェスの範囲広いですよ、投げの範囲、ね、結構離れてても来ますよね。ハージェスさっきのコングダウン、ドライブクラッシュで相手に蹴り込む。ドライブクラッシュされるってことはこっちから仕掛けてるのに逆に食らうってことですもんね。そうですね、使いどころ難しいですよね。バーリア、バリアちゃんと防げますね。攻撃と全部バリアは基本的にも全部防げるんですかね。そうですね、バリアで後ろ後ろがもうガラキダウンと、はい、ガードクラッシュも効かない感じなんですかね、バリア。そうですね、弾かれちゃいます。こうやってバリアを飛ばす、ね、ああ飛ばす、そうですね、これダッシュで引き取る。スラブ、ポンチノメア、バルトノメアの使い方がやっぱりちょっといろいろ、このバリエーションのある感じですね。この衣装ってバルトノメア使えないからちょっとやばい。なんでその衣装着てんだって。そうですね、仕事ですって言いながらの、そうですよ、これが見たかったんですよ、これだが。おい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 でもね、フランゴは結構まあある意味ギアフォースに対しては相性いいって言おうと思ったらもう負けた。ボコボコです。やっぱりまあ複数